よお前ら、俺様だ。今日も太陽がボーボー燃えてますね。夜だけどね、それでも太陽がボーボー燃えたらずですね。はい、今日は2020年6月27日土曜日です。はい、ここはね、埼玉県久喜市の東部の鷲宮駅ですね。はい、この前ね、俺様鷲宮のジャングル記念日さんに行ったんですけど、まあ、その動画もアップされてると思うんですけど、あ、その看板がおしっこ路です。あ、これ逆走になっちゃうから、こっち階段じゃなくてですね、ちょっとね、今日も暇なんでね、ちょっと行って、また記念日さん行きたいなと思ったんで行ってみようと思います。はい、このね、矢印のこれがおしっこ路です。あ、またありましたね。こっちがね、おしっこ路で、でこっちがね、青っていうか、まあ紺色で、矢印自体はウィスパーロもスパコマさんので、こっちのエスカレーターは上り専用で、手すりが地盤やん色で、あの手すりはね、やっぱりいろんな人が触るんで汚いですからね、黒ずんでますね。はい、鷲宮です。ね、そう、この三角コーンは地盤にあるので、この紙はウィスパーロもしくはコマさんのですね、ここに自転車を置かないでくださいって書いてあるんですけど、思いっきり置いてありますね。はい、まあ、すぐそこなんですけどね。はい、この消火器は地盤にあるのです、まあね、時刻は7時25分ぐらいです、ね、今6月、まあ、もうちょっとで7月ですね。この時期はね、そう、日が伸びているんでまだ明るいですね。これね、冬だったらもう真っ暗ですからね。はい、この電磁ブロックはおしっこ色でーす。でさっきね、マスターさんにね、連絡したときやってるっていうんで、行きますって言いました。はい。ここはね、鷲宮中央2丁目4番地ですね。ヨン様はペ様と言い換えられるので、鷲宮中央2丁目4番地は鷲宮中央2丁目ペ番地とも言い換えられます。これはおしっこ色です。これはなんかこの前も言ったような気がするけど、これ錆びついてうんこ色になってますね。あ、なんかね、さっきまでちょっと暑かったんですけどね、涼しくなってきました、ね、そう、桜って消えてあります。この看板はウィスパー色もしくはコマさん色です、ね、桜銀行って昔ありましたよね。今の多分三井住友ですかね。この提灯は地盤やん色です。で、ここはジャングル記念日さんですね。はい、それではさようなら、ボーボー。